影です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ゆうやっちゃいなよっていうね、ところがですね、いろいろね騒動を巻き起こしておりまして、まあね、古株と言われるエツさんはまあね、社名を変えてしまえみたいな感じで言ってまして、元古株である M さんはね、やっぱり知ってるんだろうみたいな感じで言ってらっしゃいましたけれども、でまあね、ちょっと誠意ある対応をねしていただきたいっていうことと、今回のことはやっぱり一回海をね出し切らないとね、クリーンにはならないのかなって、痛みを感じるっていうねことはあると思うんですけれども、一回海を出し切ってやらないと、そこから逃げてばかりではなかなか改善っていうのはできないと思いますし、もし誠実な対応をしてもらえれば、今後ね、例えば自分の息子をそうやってスターにしたいってお母さん、お父さんが言った時に、やっぱりこう安心して預けられるような会社づくりになればいいかなと私は思うんですけれども、でまあまあね、今ねもうある程度活躍をされている方は個人事務所を持っていいっていうことと、あとまた、25歳以上男性のアイドルで25歳以上でもう、そのゆうやっちゃいなよのところは退職っていうかね、もうもううちではっていう形で言われるみたいなんですね、ある程度芽が出なかった人たちは。でもそれを拾ってくれるっていう感じで、今まで男性はやってなかったプロデュースのところが、女性ばっかりやってたところのプロデュースしてた大物の人がですね、今度男性25歳以上の男性も引き受けますということで、オーディションやったりとか、そういうふうな募集してるかけてるみたいなんです。でやっぱりそういうところで拾っていただくっていうか、まだほら磨きが出てなくて埋もれてしまったりとか、やっぱりうまくコミュニケーション、上にほらやっぱり売れるにはさ、上司とのさ関係性っていうのあるじゃないですか。やっぱりこの上司との関係性を優先じゃないと、いくら原石みたいな素晴らしいものを持っていても見つけてもらえなかったりとか、例えば、こう、ゆうやっちゃいなよっていうのは、この人は売れるんだろうっていうところをうまく見つけ出して育てることができた人なんですよね。いろいろ問題はあったかもしれないんだけど、だからこそ今売れてる人たちがやっぱりこう感謝したりとかするところは、その面はあると思うんですね。で、まあ、たっさんのトゥーなんとかっていう会社もですね、まあ、男子の若い、ジュニアみたいな子のオーディションもやってまして、それも公開してまして、で世界にこうすでにもう配信売り出すことが成功されてるんですよ、彼は。ね、で SNS を駆使した方法をうまく使っているんですね。で、まあ、平野翔さんとかも、彼とはすごく、交流があって、やっぱり一目置いてた先輩であったと思うんですね、彼にとっては。でやっぱり、そのタッさんも、この後輩ジュニアの子たちとかをうまく見つける能力があったと思うし、そしてプロデュースしたりとか舞台を作ってったりとか、そういうのに彼はもう本当に秀でてたと思うんですよ。だからうまくいってたところもあるので、その彼が出て行ってしまったことにより、まあちょっとね、そっちの方の勢いも強くなってると思うので、で今まだまあスペ置きと言われていたまあね、2人組のユニットで DT さんねと DK さんについて、まだ特に発言をされてらっしゃらないんですけども、今2人の感情的なものを
今どう思ってるのか、もう彼らぐらいだったらば、もう、彼ら2人は、長いことユニット組んでらっしゃってて、で、なんかお互いの家も知らないって言ってて、それでいて、なんかその、うん、ね、今のあれだよ、おならじゃないよ、あの機械がプープーって、ね、あのそれで、お互いの家も知らないし、普段はあの楽屋とかでも全然話さないみたいなんです。でもお互いのその才能みたいなのを多分 リスペクトしてるんですよ。あんまりベタベタひっつかない方がこのグループとしてはうまくいくんじゃないかなと私は思うんですね。ずっと一緒だと、夫婦と一緒ですごくだんだん辛くなる時があると思うんですね。売れっ子であれば売れっ子になるほどやっぱり接する時間がある、多くなってくるので、そうすると辛くなってくることがあると思うんですけど、その点彼らは、つかず離れずの距離感をちゃんと保ってるからうまく今もやってると思うし、で、まあ、今後ね、彼らぐらいの人たちだったら、まあ、一人でもやっていけるんではないかなと思うんですけども、ちょっとねその辺もね、どういうふうに思ってらっしゃるのかっていうふうなことを少し占ってみたいと思います。で、DS さんのね、MH さんの、まあね、こう思いっていうのが今ね、こうちょっとやっぱり 最初こう天柄門においても痛みを止まらなければいけないっていうことを、言ってるんですね。時代の変化において多少の痛みは必要だっていうふうに言ってるので、まあね、あの何でもね、こう例えば物事が多くいいように好転する上においても、古きあのものはあの排除し、そして新しいものを立ち返るのは一回ボアさんになってしまうこともあるんだよっていうことで、でも私はあの2人はね大好きなんで、あのずっと続けてもらいたいと思います。2人の関係性ね、素敵な関係性をね築いていただきたいなと思います。今後も応援しています。はい、では、まあ、お二人のことをちょっと二人の気持ちですね、占ってましたので、やっと、はい、過去ですね、はい、これお二人ちょっと少しあれですかね、あの助けをなんかこうさ、ほらなんか自分たちが、困難になった時でもやっぱり言うやっちゃいなよね、やっぱりこうね、あの支えられてたところもあったんですけれども、その彼がいなくなったことにより、だいぶねちょっとこの戸惑いみたいなものがねあるのかもしれないですね。今ですね、今の状況はペンタクルスです。あのペンタクルスのナイトですね。これはすごくね、あの地に張ってね、あのゆっくりね、こう確実にね進む、あの騎士をあの表してるんですけど、リバースになっちゃってるので少しゆっくりすぎるかもしれない。なんかちょっと停滞っていうか、まああの保守的っていうかね、なんかこう今どうしようかなって、方向性はあの保留になってるような感じなのかもしれないですね。じゃあお二人の今のね、お気持ちとかを占ってみます。はい、まあそうですね、強い決心、まあキングのソードなので、この人はあのあれですね、もう本当にこう自分であのなんかうまくビジネスをやり遂げられるような人ですね。一人でもやり遂げられる、もう彼らのね2人のね収入かなりねいいと思うんですよ。ここでも活動されてるし、2人でも活動されてるし、すごくねあのいい活動されてますので、まあ、結構彼自身はっきり
多分、これ剛さんだと思うんだけどな、結構ね、あの信念があって、あのはっきりされてる感じがしますね。で、こちらね、浩一さんですね、ページオブワンドですね。まだまだね、発展できるっていうか、これからもどんどん向上できるようなカードになっています。はい、こちらのカードもね、すごく志、まあね、向上心があって粘り強くね、活動ができますよっていう、いいカードが2人とも出ています。はい、それを支援する、また妨害するもの、はい、クイーンのカップですね。はい、これはね、もしかしたら、そうですね、ゆうやっちゃえないようなね、この支援している人たちなのかもしれないし、またこれはね、ファンの方かもしれない。感情がね、いっぱい溢れてて、愛が溢れてて、もう母親がこう思うような優しい思いですね。彼らはそれの思いにね、支えられながらですね、伸び伸びとね、伸び伸びとできて、決断力も持って行動することができるような状況になっています。はい、素晴らしいことですね。彼らが置かれている状況ですね。はい、ちょっと今回のね、キングですね、キングが落ちてしまいました。で、まあ新たなね、こう一回ね、物事をするには、一回ね、もう本当に、一つのものをね、一回壊して、そして新たに、踏み出すことが必要になってきます。はい、まあこの今回のね、ことはね、感謝の気持ちをね、持ってね、少しずつね、前に歩んでいただければ大丈夫だというふうに乗り越えられるでしょうっていうふうなことですね。はい、で、女教皇のね、リバースになっています。ね、まあ、リバースであれなんですけども、まあ少しね、仕事を忙しくなってるのかなっていう感じもしますし、抱え込みすぎてる感じもあるのかなと思いますね。で、やっぱりこう信頼できる人物を、まあね、Tさんも DTさんもいなくなったので、やっぱりスペ置きというぐらいのものだったんで、ちょっとね、こう不安定になってしまうような、このドレスの裾が波打ってます。はい、少し感情を乱しているようなところもあるのかもしれないですけれども、まあゆっくり自分のペースでやっていけば大丈夫でしょう。彼らの不安または願望、はい、パワーです。はい、どうもこの、今求心力と言われていた、ゆうやっちゃいなよがいなくなったことにより、少しエネルギーが、まとまりが悪くなっています。はい、まあ彼ら自身も、もうちょっとね、こう、なんていうかな、この目標っていうか、土台が少しぐらついてるんですね。だから、子供がちょっと不安定になってしまっているので、少し疲れ気味とか、また目標とか、なんかね、こう、うまくね、持てなかったり、この今後の方向性についてとかね、そういうところでね、今はちょっと停滞した方がいいのかなっていうところもあるのかもしれない。ゆっくり結論を出すのはまだ早いよみたいな
こともあるのかもしれない。うん、今はね。はい。今後の状態、うん、これで世界を夢見てね、飛び出すとかね、自分の枠からね、飛び出すっていうようなね、カードになっています。で、まあちょっとまだまだ方向性を決めかねてる時間が少し長いかもしれないので、一歩外に出るというよりは、この今の環境下において、ゆっくり決断するのをしていくのかなと思います。うん、まだそこまで、全部今まで来たものをね、踏み、やっぱりこのね、慈しみの心があるから、やっぱり今まで育ててきた会社に対しての慈しみの心があるから、一歩踏み出して外に出るっていうのを、今すぐに決断することはできないと思いますので、少しね、こう、その場において、ね、自分のエネルギーを注入していこうかなというふうな形になっています。少し迷ってる感じがするね。あ、本当だ。不安、不安要素の将来的な、まあね、最終結果になりますが、まだまだね、ムーンのカード出てきました。ムーンのカードね、先行きがね、まだね、はっきりしてないんだよね。彼ら2人いるでしょ。2人いるんだけど、まあ、今までの目標を見失ってしまったわけなんですよ。このね、砦で門をくぐるにはね、まだまだね、勇気が必要だったりとか、これはね、まあ、いろんな涙だったりするんですよ。この火の玉みたいなポンポンポンってなってるの、涙だったりするんですよね。まだまだね、心をね、穏やかに一歩踏み、なかったことにすることはできないから、まだまだね、あれなんだけど、今の状態を続けながら、少しずつ、まあ、見えないものに関して、はっきりとしていくかなと思いますし、まあね、結婚とか、そういうふうなことも含めて、今すぐには、すべてを、一回切り捨てるわけにはいかないかなっていうところが見えます。今の状態でちょっと様子を見て少しずつ判断しようか、今の状態のまま行動していこうかって、すごいゆっくりっていうカードがあるのと、やっぱりこう愛情、その組織に対する愛情であったり、組織から受ける愛情であったり、ファンのことを思ったりとか、そういうふうな時にやっぱりこの土台がね、感情がまだ波打ってる感じがするし、やっぱりこうね、一気にこう同じカード、あ、この辺の土台がこうぐちゃぐちゃっとなってるのと、ドレスのぐちゃぐちゃってなってるのがあるでしょ。2つの対立してるものがあるでしょ。で、キングね、キングが倒壊したことによってやっぱり少し不安定なところがあるので、少し同じカード出ています。2つともね、2人ともやっぱりちょっと不安定なとこがあるんですよ。だから今すぐっていうわけではなくて、今咲いてる場所でゆっくり自分の方向性を考えながら、これからもファンに対して愛をまくばっていただけると私は思っています。はい、ね、全部をね、今ちょっとまだ、乗り越えるのはね、まだまだ自分たちね、全てを乗り越えられるわけではない、課題がいっぱい残ってるよっていう風なカードなので、頑張ってね、ファンも応援してあげていただきたいと思いますね。ファンに対する思いっていうのもすごい出てるので、ぜひともね、よろしくお願いいたしますね。この2人のね、ユニットがいつも続いていく、そしてみんなにね、笑顔と愛をね、まくばれますように、お祈りしております。はい、1号さんからでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いします。